間違えたな。始まってんのか。始まってるぽい。OK。いきまーす。はい、今週も始まりました。幻FM。パーソナリティは私、焼き鳥バンドのシェフ赤嶺でございます。この番組はフォートレスアーツスタジオの提供でお送りいたします。県内のたくさんのアーティストのさまざまな表情をお伝えする番組となっております。そして今週のゲストは金島俊さんです。よろしく。お久しぶりです。お久しぶりです、はい。ラジオ自体は久しぶり？いや、ラジオは最近出たの。出た。去年ぐらい FM 沖縄さんで。あ、じゃあそれぐらい、それぶり。それぶりですね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はいはい、皆さん、まあ、ご存知の方もいると思いますけども、今までのどんな音楽活動をしてきたのかとかを今日は聞いていこうかなと思っております。はい。はい。ちなみに好きなアーティストとかパッとあります？好きなアーティストですか？急にぶっこんでみたけど。急に来たな。あ、でも結構いろんなもの聞きますね。うん、例えば、うん、あれ覚えてる、リンキンパークをなんかこうヒットする前になんか2人で聞いてた気がする。あ、そうね、タワレコ行って。そうそうそう、かっこいいっつって。視聴してこれ絶対来るぜみたいな。いいよね。そうね。なんだろうな。まあ、本当にポップから、なんかバンクから。聞きますね。うん、なるほど。で、じゃあ音楽活動をやり始めたきっかけから話してほしいな。音楽活動をやり始めたきっかけ、うんうん、ああでもなんかあれじゃない、ライブハウス行って、なんか友達になりたいなと思って、このファンじゃなくてその人と。そのライブハウスに行ったきっかけも聞いていい？なんで初めて行った時って。あ、まあそもそも言うと沖縄で勤めてた会社がなくなって、バイト先がなくなって、じゃあどうしようかって時に、まあ、東京行くかっつって、まあ、消費者金融からお金を借りて、東京行ったんですよ、その日に、その日にその日にで僕が黒嫁っていうバンドが好きだったので、黒嫁の関係でゼリーっていうバンドが生まれて、そうそう、でそれでせっかくだから新宿ロフトも行ってみたいし、行ってみるかっつって、その日のチケット買ってそのまま直行して、そしたらそこにシャチっていうバンドとか、ゴイステっていうバンドとか、ゼリーも出てて、結構衝撃で、あんま年が変わらない人たちこんだけできるんだみたいな、感動じゃないけどかっこいいことできるんだなと思って、ライブ自体も生で初めて、そうそうそう、間近で見たんだよね。で自分できないのかなと思ったとき、僕楽器ができないから、どうしようっつって、まあ、でもこのまま、ね、借金して来たのにそのまま帰るのも違うなと思って、まあ、声かけて出演者に、そうそうそう、シャチって言えば声かけてね、で俺もバンドやってますって嘘ついてで沖縄で一緒にやってくださいみたいな、あ、でもその時にやるって決めたらもうやってるからね。そうそうそう俺はやるぞって思った瞬間からもうやつらやってるから予算とか夢希望と一緒だからね、そうそうそう、そしてで その日はそので帰った、その旅行は。そうね、その帰ってでいろんなとこ回ってみたいな、で沖縄と違うところ、まあ刺激があってみたいな、で帰ってきた時にこの帰ってきた CD とかをもういろんな人に貸してこれ聞いてくれっつって、それがシャチとかだったの。なるほど。でそれでじゃあバンドをやるきっかけだね、それが。そうだね。最初はじゃあ何からバンドを作る時はというと、バンドの結成あ、結成は本当になんかこれでどうしようって言った時に、このバイト先が終わって仲間たちに飲みに行った、で当時なんだろう、インディーズブームがあって、ずっと周りで聞いてたんだけど、これかっこいいよねとか、多分ハイスターとかブラフマンとか聞いてて、でモンパチもその時聞いたのかな、でなんかモンパチがで年下で、
最初のアルバム出したぐらいの時に、うんうんうん、めちゃくちゃかっこいいなと思ってた。かっこいいっていうか、うんうん、すげえなと思ったけど負けたくないなっていうの、うんうん、いや俺らの方が絶対面白いって思ってもう組んでやろうぜって組んでそのとりあえずスタジオ撮ってみようみたいな、うんうん、なんか お前ギターできるかとかベースできるかとか、うん、とりあえず一回コピー版してみようっていう、あ友達でとりあえず集まって楽器みんな買ってからやったのかな、買ってで俺も、うんうん、なんかベース金島さん何しますかって言われて、うん、何もできないけどとりあえずなんかやるっつってでベース渡されてみたいな、うんギターとベースの区別がつかんかったから俺、うんうん、最初はみんなそうだよね、そう弦が2本少ないから 楽そうだなと思って、うんうん、でジャンジャンってなると思ったのギターみたいに、うん、でクレウメもベースとボーカルだけでやってるから、うん、あれは全部あのベースでやってんだと思ってたから、あなるほど出てる音そうそうそう、ベースの音というか、まあ、この楽器で出せる音だと思ってたけどね、で、うん、あれ鳴らないぞってみたいな、うん、ボン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 ってなるぞみたいな、うんあれこれ俺アホかもしれんみたいな違うぞと、なんか違うぞと、しかもハイスタのコピーだったんでベース歌、うん、弾きながら歌うやつ、うん、3ピースで、うんうん、まず無理だよねって高度なことしてるよねみんなね、でまあでも仲間外れされたくないから、うんうん、俺歌いますって言ってなるほどボーカルに専念、そうそう、うんうんうん、歌が上手いとかその真ん中とかじゃなくてもう仲間外れにされたくなかったっていう、うんうんうん、最初はじゃあなんか好きなバンドのコピーとかをそうそうして始めて、オリジナル曲も作った、その時作ったお、もう世の中に対して不平不満だよね、うん、なんで俺のこと分かってくれねえんだっていう、うんうん、青春の時代だね、青春の時代うん、うん、最初に歌詞をじゃあ書くんだ、俺は歌詞から書く、うんうんうん、でそこになんか鼻歌でつけていってみたいな、うんうん、でメンバーの前に言ってこんな感じみたいな。初ライブのことを覚えてますか？初ライブは覚えてますよ、うん、これはなんかどうやって出た、そのイベントに出たというかライブをした方法みたいな、メンバーがバンドもともとやってて、うん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 、で知り合いに一緒にやらないかって言われたと、うんうんうん、でそこの枠1個あるか出ないかっていうことで、うんうん、あの今亡くなっちゃいましたけど、ギノワシの K マインド、 K マインドね、そうそうそう、うん、やってたね、地下のめちゃくちゃ怪しいところ、うん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 、そこであの初ライブをしました、ね、うん、初ライブの時って自分もそうなんだけど、ライブ中の記憶ほとんどなくて、うんうん、緊張しすぎて、わかる、うん、終わったんだみたいな、そうなんかライブが終わった後信じられないかもしれないけど、なんか人見知りで人前にあんま立ちたくないよっていう、うんうんうん、的にだけどなんかライブになったらもうスイッチなんか切り替えるしかないな、うんうんうん、そうだね、うんうん、客観視してる自分となんかもう集中してる自分もなんか行ったり来たりとかしながらあもうやるしかないなみたいな、うんうんうん、だって目の前の人ってお金払って時間使って来てくれるから、あもうフルでやろうみたいな、うんうん、全力で、そうそうそう、うんうん、だから記憶飛ぶのかな、うん、でも何回かやると慣れてきて飛ばなくはなるんだけど、最初だけかな飛んだのは、うんうん、そうね、どこもライブがだんだん決まっていってみたいな、うんうん、オリジナル作ろうみたいな、なんか印象に残ってる場所でのライブとか、あでも今覚えてるのはまあね、ゆういち赤嶺シェフと一緒にやってたんだけど、やってたね昔、三浜じゃない、あ三浜のストリートライブ、ストリートライブでなんか音楽番組のオーディションぐらいで、うん、あったね、あったね、そうそうそう、観覧車の前で、観覧車の前でも今なくなっちゃった ね、観覧車の前で今ちょっと取り壊してる、ね、取り壊してて、うんうん、でなんかミュージックフォースだっけ、なんかそんな名前になってオーディションが1曲だけだっけ、うんうんうん、で俺らも長くやりたいからつなぎメドレーみたいにしようみたいなそう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 一曲ですって言ってねF メロですみたいなやったね、でその後川に飛び込んだりとかしたから、ね、そうそうそういろいろやってたねまあちゃんとはしごができたからね、はしごできたね、それまでなくてね登れなかったね、そうそう変えたね後輩のためにね、うんうんうん、やったやった、で沖縄でじゃあ自分と一緒にやってたバンドと、はい、その前に1個バンドやってたんだよね、そうそうそう、うんうん、それ以外にやってた、やってたね、いろいろやってましたよ、でも、うん、ファンとかね、ファンとかやってて、で東京では、うんうん、あのトラウマックスっていうバンドに入ってったりとか、うんうん、
あとはまあ社会の始まりっていうのを組んだりとか、うんうん、まあ今も継続中、そうそうそう、中止、まあ中止でもあんまできる状況じゃないっていうそうね、うんうんうん、なるほど。県外でもうツアーとかも一緒にやったね、うん、やったよね、うんうんうん、懐かしい。宿も取らずにね、ね、カフェで、カフェで泊まって寝カフェも入れなかったっけ、そんな公園だっけ、そう公園で寝てみたいな楽器奪われないように見張っててみたいなやってたね、公園の水道で買うとかあるんですよやってたね、お金なさすぎだ、ね、お金なさすぎだ、滑り台で寝るとかだよあの時にさ、あ、人って縦で寝れないんだなと思ったもんね。横にならないと寝れないんだ。横にならないと寝れないみたいな。すごいな。あ、でも実際なんだろう。例えば沖縄に県外からライブで通じて宿がないから公園で寝てると悲惨だよ、確かに。まあでも応援はしたくなるよ、ね。応援したくなるよね。そんだけやりたいんだって、うんうん。お金なくてもそんだけやりたいんだっていう気持ちを伝わるね。うん、いいね。あとは何だろう、なんかいろんなバンドの マネージャー、運転手、あ、スタッフ、スタッフやったよね、はいはい、そうそう、その好きなバンドシャチってバンドが、うんうん、僕が東京行った時に、うんうん、なんか飲んでて、うん、あの今スタッフ運転手いないんだよねって、あ、じゃあ俺やりますよってして、うんうん、その時はなんかフリーだったの、フリーとか本当、まあちょっと話散らかるからだけど、インドから帰ってきて、うん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 、その仕事もなくて、うん、お金もなくて、うんうん、まあ、東京行ったから、あ、お挨拶しようって挨拶してたら、うんうんうん、あ、やってみたら、じゃあやりますって、うん、おどうだった、あ、でも面白かったやっぱ、なんか全国回って、いや俺はね、うん、数か所し、大阪と福井と、うん、出雲があるとこどこだっけ、なんだっけ、島ね、ちょっと覚えてないけど、 そこら辺はついてってもらって、うん、あと四国とかもかな。でもいろんなライブハウス見れて楽しそう。うん、楽しい。なんか、あ、こんなことしたかったんだと思ってたし、うんうんうん、そうそうそう、いろんなとこ行っていろんな人、友達作っていろんなもの見て食べて、うんうん、あ、これが仕事になったらいいなみたいな。うん、だよね、うんうん。ツアーバンドね。ツアーバンド。うんうんうん、まあでも過酷だよね。車で移動しながら寝るって。うんうん、そう、沖縄じゃね、2、3時間運転したら大体着いちゃうけどさ。うんうんうん、向こう普通に 5,6 時間とか運転するから、運転して現地着いてライブして打ち上げして寝て運転してみたいな、車で寝てみたいな確かに過酷だよね、過酷、まあ、好きじゃないとできないよね、うんうん、その今、社会の始まり、はい、これは、最初のライブは社会の始まり初ライブっていうのは沖縄？沖縄だった。うん。覚えてる？覚えてる。これはね、この名前の由来も全部あって、うん、意味があって、当時勤めてた会社で、うん、会社案内っていうのをやったわけ。新卒採用したいから。うんうんうん、で沖縄の沖国琉大、名誉とか行ったんだけど、うん、誰も来なかったわけ。うーん、その一人も生徒が。うんうんうん、で最初ね、出張使って時間使ってこうやってるの誰も来ねんかいみたいななめんなよ学生とか思いながらけど興味持たれてなかったってことね。そう、これって誰が悪いわけじゃなくて、あ、自分が悪いなみたいな、その、うんうん、こさす努力をしたかっていうライブと一緒だなってここから思った、うんうんうん、で告知もその本当に 1,2 週間前にパッてコーナーに貼ってもらっただけとかで人任せにしたりとか、うんうん、あ、なんか違うなみたいな、うん、で自分が学生だったらどんな会社に話聞きたいんだろうとか、うんうん、あ、もうライブをしようと思ったよ、うんうんうん、でその時に赤嶺シェフから当時、うん、幻フェスに出ないかみたいな3日間の、あ、もう俺一人で出てから、うん、なんかトラックのかけてラップで会社説明してやろうと思ったんだけど、これを、東京で飲んでて、うん、こんなことしようと思ってますから、うんうん、面白そうだ、俺ギター弾くよって言ったのがゴイステの浅井さんだったの。なるほど、その流れだったんだね。そうそうそう、で面白そうだからギター弾くよ。そうそう、もうゴイステってねすごく聴いてたバンドだったから、もう当時ではもうみんなの憧れのバンドだったよ。そうそう、でそれでまあギター弾き、え、マジっすか、すごいギター弾くって、うんうん、だどうせだったらなんか沖縄でやるから面白い人と集まろうぜってなって、うんうんうん、で下田とか、うんうん、
でトミーも呼ぼうとか、こういろんなこの、うん、なんだろう、うん、当時の仲間を結構酒に狂ってる人たちを集めたわけ。うんうんうん、まあ、キーマンというかハブになりそうな人、うんうん、でコピー版するのかなと思ったんだけど最初、うんうん、いや全曲オリジナルでいくぞって言う。おえ今から作るのみたいな、うんうんうん、作るってどのぐらいの期間、今からっていうのは。いや早かったよ、あのみんな作曲してた人たちだから、うん、そうだね、ほんと1週間で3曲がポンってきて、うんうんうん、であと歌詞とメロディーつけてねってポンってきてから、うんうん、うわ結構プレッシャーだなこれみたいな。でこれでまああの学生たちにこの、うん、社会人としてあんまり言えないことがある、この、うん、これやれとかパワハラとかセクハラとか言われるようなことを、うんうんうん、いや歌詞にしたら本当思いをもう全部つけようみたいな。あなるほどね、曲にしちゃえばね、曲にしたら何言っても自由だなと思って、うん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 、でまあ文句とかじゃなくて、なんか嫌だったらやめればいいじゃんみたいな、うん、でなんか、うんうんうん、ブラックっていうのはお前が起業しやがれみたいな感じで。なるほどね、うんうん、でこれが尾崎豊とか、そのなんか大人は分かってくれないっていう、その子供からのその大人へのなんかディスはあるけど、社会人になったやつがこのガキ舐めんなよっていうバンドっていないなと思って。でずっとやってて、僕らもね、あの23ぐらいからやってたけど、フリーターしながらとかそうやってた、バイトしながら、けど社会人のバンドって結婚して子供いる状態で普通に仕事しててスタジオ入るから、こっちの方が真剣じゃないと思ったの。あそうだね、そう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 、うん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 、でこれを見せつけてやる、大人は最高に面白いんだぜって言ってから、うんうん、あのそんなのをやろうって言って、あのバンド名どうするかって言った時に、うんうん、この飲みながら気にしてたんだけど、うん、世界の終わりの話になって、うんうんうん、世界の終わりって最初大嫌いだったけど、もう始まりのなんかエピソード聞くとめちゃくちゃ感動したんだよねって、うんうんうん、もうこの世界もうこれが終わったらこのバンド終わりだな、世界の終わりだなみたいな、ほーってなって、うん、じゃあなんだろうみたいな、社会人、うん、社会人、社会の始まりだなみたいな。なるほどね、かっこいいんじゃないみたいな、社会恥ってかっこいいんじゃない。社会恥ね。ちょっと社会ラビっぽいね、社会ラビっぽいし。おーなるほど、それで結構活動したりとかして、うんうん、東京にも呼ばれるようになってみたいな、うんうん、それぞれメンバーがやっぱキーマンとかだから顔が全部広くて、うんうん、で飲んで、あスタジオ入って飲んでみたいな、で曲がどんどんできていって、うんうん、何回ぐらいライブした？いや覚えてない、でも10回ぐらい、10回ぐらいやったんじゃないかな、うんうんうん、そうそう、やったことないボーカルスタイルだったから、うんうん、途中結構メンバーもねこうなんかその時その時変わりながらやったイメージ、あそう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 、あのやっぱ子供の運動会で出れないんだっていうから、うん、じゃあ代わり俺が出るとか、うんうん、その飲んでる仲間で集まっていて、うんうんうん、あ登録せっていいなみたいな。なんか大人数なってたよね最終的には。なんか最終的には十何人かもう十何人かいたよね。しかも結構なんだろう、厚みのある音楽っていうかこう ラウドな感じだから、そうなんか人数もいるからすんごいよね圧が。ディスとかではなくて、そのなんだろうな、バラード歌わないよねっていう、ポップも歌えないよねってなって、やっぱかっこいいなと思う音楽ってなんだろうって、速くてうるさくてみたいな、 でかい音でもうシンプルに伝えるっていう。でその思わず負けないように声出したらもうがなり声になるしかない。もう叫んでるようにやるしかないから。でもこの曲の歌詞の内容とかとこの曲のイメージが合っててすごくいい。あライブハウスもあのやっぱ経営大変だろうなと思ってるから、ライブハウスにお金が落ちる曲ってなんだろう、うん、あもう酒持ってこいって歌作ろうって言って、うんうん、曲中にドリンクをね、ドリンクを、ね、ドリンクをもう、うん、ライブハウス中の酒をみんなで買ってから飲もうぜみたいなっていう曲。もうライブハウス側からしたらぜひ出てくださいって、そうそう、うちにぜひ出てくださいってなるね。でこれで営業かけて、沖縄の東酒造さんとかがスポンサーついてくれたり、うんうん、でお酒この100本うん、どうぞみたいな。すげえ、まあ、これはやべえなみたいな。酒持ってこいって曲作ったらお酒のスポンサーがついたと。でこういう姿をなんか学生に見せたくて、うんうんうん、面白いんだぞと、好きなことで飯食うっていうのは大変だけど、うんうん、諦める必要もないし、うん、こんな大人だったらこんなこともできるしみたいな、うんうん、早く社会出て楽しんでほしいなっていう、うん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 、なんか仕事行きたくないなとかあると思うけど、うんうんうん、じゃあやめればいいのになって本当にシンプルに思って、でも生活がとかじゃなくて、うんうんうん、そこ考えてやればいいじゃんっていう。うんうんうん、でも最初にこう一人でものトラック流してやろうっていうのがきっかけでみんな集まってきたよね。あそうそうそう、それは、うん、
なんか覚悟じゃないけど別に会社のためにやったわけじゃなくて、うん、もう楽しんだわけ、このあライブをするんだみたいな、うんうん、会社説明っていう名前のライブをするんだと思って、うんうん、で自分でも作っちゃおうってイベント立ち上げて、うん、これも社会の始まりってイベント作って、うんうん、その大学生1曲10分、うん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 、10分やって各大学の推薦とか名誉大学推薦、うんうん、沖大推薦とか、あとライブハウス推薦で、うんうん、で入場無料にして人気投票して1位は会社が10万上げたんですよ、うんうんうん、で好きなことでお客さんが投票してくれて、うん、あのお金になるっていう経験をしてほしいなっていう、うん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 、でこの最初に会社案内入れて、うんうん、その会社案内っていうのも真面目に、うん、弊社は何年にできてみたいな、売り上げこれぐらいで、うんうん、もうどうでもいいなと思ってこんな思いでこう僕がいる会社ですって話をしてうんうん、うん、であ最高っすねっつって、でそれで1回目の優勝があのデラデラだったんですよ、うーん、デラックスデラックスの優勝で、そうそう、今活動すごい頑張ってるね、活動すごい、で2回目の優勝がシシの脅しっていう、うん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 、ヒューマンステージでね、ヒューマンステージでやってたね、焼き鳥焼いてましたよその時、ありがとうございますたくさん売れましたよ、おかげさまで、ちなみにこの社会の始まりの曲って検索したら聴けるのもんな、 YouTube とか、いや YouTube あるんじゃないかな、 あるかもしれない、うん、これは、カタカナで社会の始まりで出るかな、英語とかなんだけど、なんかこのローマ字始まりの G が J じゃなくて Z なんだよね、 Z ね、始まり、社会の始まりでアルファベットでローマ字で打てば出てくると思います、出てくると思う、はい、ぜひみんなちょっと YouTube、 ひどい地獄絵図が出てくると思います、ライブ映像かな、やっぱりライブ映像だね、レコーディングはしてないんだ、してない、してない、したらいいのにあ、でも今の技術すごいよね、あの、うん、LINE でちゃんと撮ったらさ全部聞けるもんね、 LINE で撮る、あのライブハウスのさあ、はいはいはい、あの録音しますかっていう時、うん、昔手ぶれとかさ、うん、音割れひどかったけど、うん、今めちゃくちゃクリアだもんね、うん、綺麗に撮れるね録音ね、だその CD は多分どっかにあると思うの、はあ、ライブをライブ音源、ね、ライブ音源、うんうんうん、だけど聞いたけど普通に あれこれ普通じゃん、みたいな、うん、いい感じにバランスが取れてたんだね、うんうん、あとなんか理由は覚えてるのが、あのピザ、ピザなんだっけピザをライブハウスに、あれ結構話題になったんじゃないかな、あれは沖縄出身のローチっていうバンドがいて、うん、あの今東京で活動してるんだけど、うんうん、なんだっけな、ねそのボーカルの結婚式の時に、そのボーカルの奥さんがカナダの人で、でカナダから沖縄まで来てくれたんですよ結婚式の時に、で僕呼ばれて、あれこれなんか これも文句じゃない、結婚式の料理が俺あんまり好きではなくて、あのぬるいなと思って、みんなあったかいもの食べたいしみたいな、あ食べ物ね、ジャンクなもの食べたいなと思って、めでたい時はでよしピザ注文しようっつって結婚式場でピザを注文したわけ、うんうん、それが始まりなんだ、ね、それが始まりで、うんうん、実はこれ1回目だけじゃなくてもう3回ぐらいやってていやピザ屋さんも入りづらいだろうね、止められてたよその受付でいやちょっと飲食で持ち込みよみたいな、持ち込みいやいやいやですね新郎新婦はもともとピザ屋で働いてましたって嘘ついて余興で使うとか言ってか持ち込みダメなんだね、なんかね、いや自分の結婚式の時もやろうとしたんだけど、それ止められた理由が、うん、なんかあったら食中毒とかあった場合どっちの判断か分からなくなるからっつって、そういやもう全部僕らの判断でいいですみたいな、うんうんうん、お腹壊してもったいませんって言っても、うん、いやそれはみんな決まりなんでみたいな、へえちょあるんだ、うん、あるピザーラでもダメなんだ、ね、でピザーラでその、うんうん、テーブルも、まあ、あるさ、あのし幸の席、なんかなんとかの席、あるね、あるね、あの漢字一文字のやつで、うんうん、でピザーラになんとかの席も持ってきてくださいっつってよくピザーラもゴーを出したよなそれでそこでもタマの結婚式でこのピザはもう10枚ぐらい注文してるから、うんうん、でお金ないじゃんそんなお金で、周りから1000出せっていうか1000ずつ持ってピザ注文して、でこれを配ったわけ、うんうん、そのカナダから来た人ピザ好きかなと思って偏見だよねそしたらおーって言ってくれるから、うんうんうん、でみんな食べたそうにしてるからみんなで食えばいいじゃんみたいな、うんうんうん、でそれが結構話題になってライブハウスでも、うん、振る舞いテキーラだったっけ、これローチがやってたの、うんうん、あのテキーラみんなでやるって、うん、これなんか食い物欲しいなってなんて言うから、うんうん、
でもう一個この差し入れた時に、まあ、ゲストで入れてもらったんだけど、うんうん、やっぱバンドって大変じゃん、うん、でなんか差し入れようかなと思ってたから、うんうん、グッズとか買うとかでもいいけど、うん、なんか、うん、ピザ買って差し入れたんだけど、その時にメンバー分しかやっぱ買わなかったから、うんうんうん、お客さんパンパンだし、うん、いや客と一緒に食った方がよくないかみたいな、うんうん、よし買おうっつってから、まあ、せっかくだからっつって、うん、ピザ 10枚くらいかな、ほんと5枚くらい買って、うんうん、でみんなで細かく切ってもらって配ったわけ、うんうんうん、そしたらこの酒との相性がすごく良くて、そうね、そうね、で、あこれ面白いなみたいな、うんうん、けどお金持たないぞ俺って思って、うん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 、で入り口で、うん、あのドリンク代払ってお釣りもらうさ、うんうん、みんなで募金してもらおうみ、ピザ募金してもらおうっつって入り口に立ってそのピザ、うん、みんなで食べたいんで募金お願いしますってどんどん溜まっていってみんなで食べたいんで募金お願いしますで入れてくれたりとかしてでライブが終わって、うん、結構溜まったんだ、溜まって、うん、で時間で何時ごろ来てくださいっつって、うんうん、ちょうどアンコールの時とかに来ないとかさ、うんうんうん、なんかあれでしょ、花道ができたみたいな、花あのパンパンのパンパンの人の中で花道できてピザの人が入ってってステージに持っていくっていう、ステージに持ってってでピザ洗ってたらお届けってみんなで言ってくる俺これを東京大阪沖縄だったわけ、うんうんうん、110枚ぐらい注文したけどそのトータルでトータルで100枚超えたんだね。なのにピザーラさんはワニマを押すっていうさ、うん、押すというか、おいと思って押すというかまあまあタイミングとかいろいろあるんでしょうよこっちの方が貢献してっけどなと思って、ね、最終沖縄だったんだけど、沖縄はもう、うんうん、あの知ってくれててこの、うん、ピザの見てました、うん、車で来たからね、この店長の車で来ましたみたいなあピザーラ側が知ってたってことね。そうそう、お店長の車で20箱あの、うん、バイクに入らないんでみたいな、うんうんうん、トランクに開けてきましたみたいな、うんうんうん、あと箱が足りなくなったんででっかくしてきましたみたいな箱足りないとかあるんだ、箱足りないあるんだもうちょっと用意しとけよ箱で、めちゃくちゃ面白いですみんな食べ終わって、うん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 、それがいい、ね、うん、でね、あれはもうコロナ前だったからガンガンできたけどさ、やっぱ、うんうんうん、今ねディスタンスとかソーシャル取ろうっていう、うん、まあ個人的には意味あるのかなと思ったりとかするけどさ、いやあるよあるよ、あるのか、みんなの記憶に残ってるもん、あ違う違う、このソーシャルのとかさ、あソーシャルなのね、そうそうそう、もうだん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 みんな大丈夫になってきてるよね、うん、うんうんうん、はいはいはい、ですいません、この様子かね、はい、ピザが美味しかったって話美味しかったですほうほうほう、で、そういう活動をいろいろやってきて、うん、今はじゃあ音楽活動はできてない感じ、今はもう止まって感じだよね、うん、うんうんうん、で今後なんかそういう音楽活動をやりたいなとか、やるならこんな風にしたいなとかって、あーでもあれだよね、なんか厳密にやめてはいないんですよ、音楽自体は、うんうんうん、ね、オールワンもね、なんかそうそうそう、やれたらまたやりたいねみたいな空気になってるもんね。そう、これはね、あの、うん、知ってるの、オールワンの話っていうのは、うんうん、赤嶺シェフと組んでた、あさっきちらっと最初の方で冒頭で一緒に組んでたんだけど、うんうん、それをみんなこの20年経って、うん、2002年で結成してみたいな、2022年でしょ、うんうんうん、で20年経って、うん、あまだみんな生きててみたいなうんうんうん、うん、そんな病気もなくみたいな、うんうん、でまあタイミングあるんだったらやってもいいんじゃないかっていうところで今、うんうん、最近4人のグループライン作ったんだよ、そう作ったね、うんうん、やりたいね、あの時に LINE 欲しかったな、あ当時はね、うん、そういうグループラインとかないからね、連絡のやり取りも大変だったよね、そうそうそう、20年前は、うん、うんうん、スマホもなかったもんね、なかったね、うんうん、いいね、便利になってみんなでも活動しやすくなってるよね、うん、曲とかも送れるもんね、ボックスとか ね動画とかもね、うん、超便利、音質普通にいいよね、うんうん、大丈夫、恵まれてる今も、そう恵まれてる、うんうん、尺八の時もこれで全部やったから、ドロップボックスか、うん、そのだったかな、うんうん、開けといたから聞いてつけといてとか、うん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 、できるよね、そこでも合わせとかタイミングのやつは何度も演奏させなくてもこっちは自分できるじゃん、うんうん、今までのなんか話聞くと、なんだろう、ある日突然このきっかけが生まれる感じなんで、うんうん、今後もなんかまだ予測不可能というか、うんうん、なんかきっかけがあればすごい大きな動きがあるんじゃないかなって、ああそうですね、いう感じが、なんか動き回るとやっぱそのことに出会うじゃん、うん、あること人とことに会うから、うん、でつなぎ合わせていけば、うんうん、あれこれいけんじゃないとか、うんうん、で因数分解して、あこれとこれって一緒だよねとか、うんうんうん、
そしたらだんだん仕事が楽しくなってきてとか、そのあ、こういうことかみたいな。そうだよね、うん、じゃあなんか今音楽以外でなんかハマってることとかちなみにありますか？あ、仕事じゃないかなと思ってて、なんかよく言うよね、バンドと一緒みたいな。あ、一緒一緒、あのそれぞれ役割のメンバーが、例えば社長っていうボーカルいるとかさ、その経理っていうそのギターがいるとか、まあ、そんなイメージでやってると、なんか上下関係じゃなくてこう一緒にやらないと一個の音楽鳴らせないよね、でその先のいる人たちに届かないよねっていう、あくまでポジションとパートの問題だよって僕思って仕事をしてて。なるほど、なるほど。ドラムがやりたいのにギターさせてもしょうがないみたいな感じで、みんなそれで多分仕事が嫌になってくると思うんですよ、あの、例えばギターの方が給料高いからギターになります、本当は、あのドラムの方が適性合ってるのにとかさ、ただ条件でやるんじゃなくてやりたいものをやってそこを尖らした方が一番近道かなと思ってたりとかさ、例えばなんかそれの仕事にした時の実例とかなんか思いつくのありますか？ああ、でもこれ前の会社でやった時は、あの当時の社長に言われたのが、金島くん今からゾーンに入るよって言われたわけ。ゾーンに入る、あの入って1週間ぐらいかな、1週間でゾーンに入るって言われたの。1週間で飯食ってて、金島くん、あの今からゾーンに入ると思う。あ、人生、金島人生においてってこと、それとも会社の中での、会社のこの仕事の仕方が多分ゾーンに入ってめちゃくちゃ楽しくなると思ってる、思うよ。あ、はいはいはい、あ、そうなのかと思って、うんうん、そしたらなんか本当にこの通常ね、あの残業とかって嫌なもんじゃん、サービス残業させられたブラックだとか、俺営業だったんで、終わってから飲み会があるんですよ、仕事が終わって交流会とか、でこれって別になんか残業カウントかどうかって分からないじゃん、けどこっちは、いろんな人がこの寿命を使って稼いでくれたお金をちゃんとうまく運用して、そのお客さんに会いに行って、じゃあ何を狙っていくかとか、でその大体接待っていうとみんなよいしょして仕事くださいとかじゃん、いやもう関係ないでも仕事の話一切しないでおこうと思って友達だろみたいな。あ、友達ね、でそうしていくとなんか後から結果がどんどんついてきて、毎日終電で帰るとか、12時に過ぎて帰るで、朝は絶対9時に行ってみたいな、過酷っちゃ過酷じゃん、でも楽しかったんですごい、まあ好きな子とか好きなあのバンドとかの音楽って時間聞いて区切らんじゃん、もう寝る直前まで調べたりとか聞いたりするじゃん、それと一緒で、あ、好きになった方がゾーン入るなみたいな、で結果もどんどん出てって、あ、最高じゃんみたいななるほど、そっからもう仕事をなって、で自分でもあのこれでいいのかな、俺足りるかなとかさ、できるかなとか、まずやってみようみたいな、で大手と取引するなんとかって時に、あ、別になんかこびへつらう必要はないなみたいな、ただ一緒にやって面白いですよっていうのを本当プレゼンするだけだみたいな、なんか楽しむ才能があるよね。そうだね、何しても楽しいねあのやりたくないことは決めたよ、でもこれやりたくないなみたいな、はっきりしてるのがいいと思う、あのこれもバカにしてるわけじゃなくて、これ同じ作業が僕できないんですよ、朝行ってこれ決まって、その指示書があってこの通りやるっていうのが、これ別に僕じゃなくてもできるじゃん、けど僕にしかできないことなんだろう、でそれで一番効果があることなんだろう、昔はあの、ね、9時5時で行くことが正義だと思ってたし、こう朝9時に行って5時まで働くみたいな、けど今は本当のね、頑張ってるってイメージも10時間やってるから頑張ってるじゃなくて、別になんか5分で成果出して、あとは俺寝てても構わないと思ってる、結果をちゃんと出せばっていうことだよね、いることが仕事じゃないから、それは、ね、よく言われてるよね、ネットとかでもね、時間かけてやるのと時間かけないでやった方が絶対効率もいいしね、でもちょっとお話しされちゃうけど、なんか時給っていう考えが俺ちょっと嫌いで、あの頑張れば頑張っても、サボったらサボっても時給って一緒なんだよね。そうだね、だから頑張らなくなるんだようん、確かに何もしない方が楽じゃんみたいな、悪循環けど同じ作業してても、あのその中でどうやったら面白いかなって探す
能力は持ってると思うんだけど、うんうん、ずっと続かなくて、だから職場も職っていうかこの業種を転々としてるよね、うん、昔から赤嶺と付き合ってるけど、うんうん、飲食やったりとかアパレルやったりとかそのそうそうそう焼き鳥私焼き鳥バンドやってるんですけど、はいはい、そういうのきっかけはもう金島さんだよね。あそうね、うん、何かというとなぜ焼き鳥バンドをやってるかというと焼き鳥屋をやってたから。でその焼き鳥屋を受け継いだ最初始めたのは金島さんで、そうそうあれはいつだっけ2011年ぐらいに自分が覚えてるのは県外にいたんだけど沖縄に帰ってきて仕事何しようってなった時に焼き鳥屋をやり始めて、うん、やり始めたんだけどもう本当に何ヶ月ぐらいだっけあれ半年もなかったんじゃないかな半年もないよね、うんうん、やってたんだけどまた内地に東京の方に戻らないといけなくなってそれでせっかく作ったお店、うんうん、屋台をもったいないなってじゃあ俺が続きやるよって言って、うん、その焼き鳥屋をやり始めたんだよね、うん、そう当たってる当たってる当てるでもその時あれだよね他の仕事しながら焼き鳥やってたからねそうダブルワークというか、うん、深夜働いて夕方焼き鳥やってみたいなやってて それであのぎっくり腰になったのよライブもバンドもやってたからバンドもその時3つぐらい掛け持ちしててスタジオ週3やりながらそれやってたら ある日ライブハウスあ懐かしい茶炭のソルト&ペッパー、うん、でツーマンがあってライブが、うん、その時少年レジスタンスっていうバンドやってて でリハーサル終わって控え室に戻ってスティックポロッと落ちたからスティック拾おうとしたら腰がビキーってなってで控え室に誰もいないわけ自分しかなくてで大きいソファーがあったからそのままゆっくりこう痛いんだけどゆっくりソファー横になってこれはやばいぞって動かないちょっと動かしただけでもう激痛がするから動かないみたいなで誰も控え室入ってこないみたいなあれやばいよねうん、なったことある上半身がこんなに重いのかと思ってるそう重たいよね手の力だけで動かないわかるで一生懸命こう携帯をギリギリ届きそうな感じも無理して取ってメンバーにすぐ連絡して来てもらってで一人でパンツも履けないもんなのね履けない履けないでソファーごと外に運び出されたんだよでっかいソファーを持ってもらって揺らされながら痛いって言いながら外に運んでもらってで迎えに来てもらって車に乗せられて帰って予想の日はもうだからライブドタキャンだよねあできるかなとか思ったけどやっぱ無理だって、ね、いやできないあれ無理だ無理安静しかないからねボーカルならまだいけたんじゃないベッドで横いながら歌えばいいわけだから、まあ、変な話倒れながらとかできると思うでもドラマ力入れるとグキってくるからね、まあ、まあドラマ無理だなハイハットだけならいけるかもしれない確かにそうでそういうのがあってねでエキトリアをその時イトマンでやっててそこからそのイトマンでできなくなってなんかその土地のね、はいはいはい、権利の関係で、うん続けられなくなってでヒューマンステージに移ってっていう流れだよねはいそう懐かしいその前の仕事とかも大体引き継いでるよねああ喫茶店とかでね喫茶店とかマクドナルド、マクドナルドねそう引き継いでると大体同じとこいる同じ経験をこうしてきてるね、うん、いやこっちの方がコスパいいよみたいなそういいねあと10分ちょっとかなお、はい、ありますけどもなんかこう今だから言っときたいこと今みんなに伝えたいことなんか伝えたいことかあもう本当もう楽しんでくださいとしか言えないよね楽しむコツ多分それをできない人って結構いると思うんだよね、うんうんうん、楽しめない人っていうなんかないかなあのなんだろう文句じゃなくて、うん、こうしたら面白いなっていうなんだろうプラスの方にすると、うんうんうん本当少しずつ楽しくなっていくから、うんうんうん、なんか全部が自己責任って僕は思わないけど、うん、全部を他責にしてる人は あんま楽しめてないなと思う他責人のせいね人のせいね、うん、だって自分の貴重な時間使って人の文句言ってもったいなくないかと思ってもったいないよね関わらなければいいだけの話僕はこうしたいっていうのを、うんうん、なんかね、ちょっと偽善者っぽいけどこれからの自分の後輩とか子供とか、うん、そういう人たちに今後50年の沖縄の人たちが、うんうんまあ、少しでもそんなマインドも増えてくれて、うんうん、で一番なんか
世界の中で沖縄の方が面白くねえかっていう言わしてるわけよ、うん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 、まあちょっとね趣旨も変わってくる。それでなんか一番この昔の話をすると、うん、プロレスラーにもなりたかったし料理人にもなりたかったし、うん、でもねリング上がってたよね。リング上がってたしそのバンドマンにもなりたかったし、うんうんうん、で会社の経営もしてみたかったし、うんうん、で政治家にもなってみたかったしっていう、うんうん、でもみんなバラ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 なんだけど、うん、でも自分が何かやってかっこいいと思った職業だけ全部、うんうん、で動いて多くの人にこの、うん、な夢っていうかもう希望あ面白そうだな興味、うん、持ってくれて動いてくれたらめちゃくちゃいいなと思って、うん、それが一番あの最大でいけるのってあ政治家だなと思った、うんうんうん、行き着いたってことかな。そうそうでそれで、まあ、どっかの党に入って何とかするって言ったら、うん、何十年かかるんだと思った。仕組みができてるんだねそういうレーベルに入るみたいな感じじゃん、うんうん、言うと、うんうん、いや違うな俺はインディーズそう俺インディーズだよなみたいな、うんうんうん、ストリートミュージシャンから行っていいんじゃないみたいな、うんうんうん、勝手に事務所作ってからみたいな、うんうんうんあじゃあもう一番のインパクトってどこだろうみたいな、うん、今後の人たちにあのなんか、うん、楽しんでもらうとか、うんうん、どこだろうって考えてあこっちだなっつって4年前の大きな建築だと、うんうん、東京ドームみたいなもんだよね。いきなりこう CD も売れてない曲も知られてないのにいきなり東京ドーム乗り込んでいってライブするみたいな。そう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 感じだよね。そうそうそう名だたる人たちのとこに行ってライブするみたいな感じだよね。あれはでもあの何も分からなかったからできたことだなと思ってうん一回やってみるといろいろやっぱ分かったことがいっぱいあるんだね。そうそう、うんうん、で去年ね那覇の市議に出してもらってうんうん、まあ票は600人ぐらい書いてもらって、うんうん、力が及ばなかったんだけど、うんうん、けどあその市議とかを一回経験した人ってなかなか県知事まで行かないなと思ったわけ。なるほどね。市議を経験してしまうとやっぱりハードルがそうそう市議が大変で結構、うん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 、これの、20倍のことをしないといけないと思ったら、うんうん、多分もう人数もお金も桁違いになってくるから、うんうんうん、それをやったんだね。知らないからやったみたいな感じ。知らない感じ。じゃあ相当皆さん大変らしいですよ大変なことをしてきたみたいですよまあでも競技人口を増やしたいんで俺バンドもそうだけどなんかファンがいないと成り立たないと思ってて、うん、でもなんか結果やってよかったっていう感じは感じるけどね。あ全然よかったよ、うんうんうん、みんな出てほしいもんだって、うんうん、みんな出たら面白いねそう全員が出たら面白い、ね、沖縄県民全員が個人事業主になってくれて、うんうん、沖縄県民全員が立候補してほしいと思う、うん、そしたらもうすぐお金が動くってことだよね。そうそうそう逆にねどんだけのお金動くんだろう。すごいなすごいねおなるほど沖縄に行けば立候補できるらしいよみたいな感じでいっぱい来そうじゃない。本当なんか気軽にやってほしいなと思っててうんうん、うん、そのね政治家って嫌なイメージしかないじゃん。なんか嫌なニュースばっかり、うん、だけど本当一人一人会ってみるとすごく面白くて、うんうん、なんでこんな報道されてるんだろうとか、うんうんうん、か本当バンドと一緒アーティストと一緒だなと思ってた、うんうんうん、まあ、僕の中のアーティストの定義が、うん、躊躇しないことと妥協しないことだったわけ、うん、やりたいことに対して、うん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 、で大体会った政治家みんな熱いわけよ。この躊躇してなくて、うんうん、やるだろうみたいなやるだろう妥協はちょっとあるかもしれない。あのどっかの党に入って、うん、もうしょうがないよねとか、うんうんうん、妥協って、まあ、調整っていうの、言うのかな。何をきっかけでその政治に興味を持ち出した。あほんでも子供だよね、うんうんうん、生まれて新聞見て、うん、あこの姿をこの子供たちまた見せて孫にもこれ伝えるのかみたいな今の状況。そうそうそう、うん、これ誰が終わらすの、いつ誰がどこで終わらすのって、うんうん、多分終わらないから、うん、今自分ができることからやってみようみたいな、うんうんうん、なんかテレビ見て文句言うのってダセえなと思ったわけよ。このうん、また政治家からだよみたいな、あいつらは仕事してないんだよとかじゃなくて、うんうんうん、もうなったことあるんかいと思って。うんそうだね、うん、やったことないことを想像で言ってるってことだよね。バンドもあのバンド、うん、ギター下手だよねベース下手だよねとか言うけど、そう、いやお前じゃ上がってこいよと思うね確かに確かにうんうんうん、もう一緒だからバンド一緒だよ、あやってみようみたいな、うん、なるほど、まずやってみようから来るんだね。そうそう、でだんだん仲間増えてきて、うん、その4年間でいっぱい仲間が増えてきて、その、うん、ああ
僕今度どこどこのあれ出ますとか、うんうん、なんか手伝ってくださいと、全然いいよ、うんうん、なるほど。そのだから挑戦してる状態がすごい周りにいい影響を与えてるのかなって、うんうん、見てて思う。挑戦せざる得ないよね、なんかもう、うんうん、安心とかできないしみたいなさ、うんうんうん、なんか常に足りてないんだと思う、何かが、あの満足じゃなくて、あ、足りないなみたいな、うん、じゃあやらないとまずいなみたいな、うんうんうん、じゃあこの毎回この番組で聞いてるやつなんだけど、うん、この最終目標、金島俊としての最終目標みたいなのいつも聞いてます。こう、あ、何のために今を生きてるのかみたいな感じかな。あの本当最終目的で言うと、うん、悔しいなと思って死にたいっていう。おー、すごいねそれは、うん、めっちゃいい。恨みとかじゃなくて途中、うん、なんかの途中で死にたい。もう常にじゃあもうトライし続けてる状態じゃん。そうそうそう。へー、それはとってもいいと思った。あっちきしょっていうあー、その角度からの答えは初めて聞いたなめっちゃいい。なんか笑って死にたいとかね、昔思ってたけど、いや、うん、笑ってなんだろうとかさ、うん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 、どんな状態だろうみたいなでやっぱね、この年になってくると44だけど、うん、あの親父とかが亡くなってとかして、うんうん、あーってそこから考えるのっていうから、うん、まあ悔しいだろうなと思って、もっとなんかしたかったんだろうなとか思ってて、うんうんうん、あー、その死に方いいなみたいな。もうちょっと噛み締めてる今いいね、それはいいね、俺もそれにしよういいと思います。みんなみんなそれにしよう、うん、みんな今日からこれねめっちゃいいと思った。うんうんうん、じゃあ例えばじゃあ5年後10年後とかも聞いてるんだけど、うんうんうん、どうでしょう。あ、でも本当俺シンプルに具体的な目標みたいな感じかな。ザックバランとしたやつよね、うんうん、もちろん。いや、あの政治には関わっていくかなと思って、本当自分がプレイヤーになるのか、うん、その他になるのか置いといて、うんうん、あ、関わっていきたいなみたいな、うんうん、で自分の家族好きだし地域好きだしみたいな、うんうん、でそれがまあ大きくなっていくとね、あの本当国とかそんな世界とか言うけどさ、うんうん、でもせめて自分の生まれたところ住んでるところ生きていくところぐらいは、うん、もう面白い方がいいじゃんと思うんだよ、うんうんうん、ルール変えられるのがこう政治しかないんだったら、じゃあそっち行った方がいいじゃんみたいな、うん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 、そうだね、うん、だから作りたいよね、政党とかもさ。政党を作る、うん、政党を作るって具体的にどういう状態？あの今多数決なってて、うんうん、その人数の多さによって質問の時間とかそんなの変わってくるわけ。そのもらえるお金とか、どの場面で、議会の質問とか、うん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 、でまあもう一個言うとこの政党助成金とかっていう、うん、この多さでその変わってきたりとかして、これをなんかあの既存な、昔ねバンドでいうとレーベルに入らないとデビューできないぞっていうのと一緒だなと思ったんだけど、うんうん、いやそうじゃないくないかみたいな、うんうん、本当ピザオブデスみたいなあれ作ってもいいじゃんみたいな、うん、作れるもんなんだ。ね、正確に言うと、うん、議員がいないと政党って作れなくて、うん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 、だから政治団体を作れるっていう。じゃあ議員にまずなって、そうそう、仲間を増やしていくっていう、政党を作って、うん、うん、で若い人たちとかこのバンドマンとかの、うんうん、こうやって誰が集めてるのって言った時に多分合わないでしょ、うん、政治家とかと、うん、合わない、じゃあなっちまえばいいじゃんみたいな、うんうんうん、なるほどね。例えばライブハウスのなんかなんだろうね、コロナで今12時営業とかあったじゃん、うんうん、いやあれ意味ないよっていう政党って どこに何人いるんだよと思って、みんなが思ってるおかしいなと思うことをこう言って、そうそう、うんうん、言える状態にはまずなろうみたいな、うんうんうん、そのためにやっぱ共感とかもいろんな選挙っていうのをくぐらなきゃいけないけどさ、うんうんうん、でも誰かがやらないとずっとこのままだよなと思って、うんうんうん、でもステイシーでいいかなと思って、あ、金島ステイシー、うん、金島さん見てみたいな、うん、でも自分がなれなくても次の人がなればいいから、うん、この意思を受け継ぐみたいな状態を良くしていく起爆剤みたいな、うんうん、そうそうそう、うんうん、やってることバンドと変わらないっていう。そうだねそうそうそう、うん、そうだね、行動しろよ夢持てよって言ってるやつがお前を行動して夢持ってんのかって思って
まあまあまあ、夢諦めんなよって言ってた、ね、バンドやめますみたいなバンドやめますあそういう人もいる、それはまあそういう人はそうだけどうんうん、うん、原稿が一致しないとなんかあんまり真実味ないよねみたいなさ、うんうんうん、超好きって言いながら浮気するとかさ、うんうん、えこれめっちゃ筋が通ってるよね、方がなんか自分の中でかっこいいなと思ってて、うん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 、大丈夫、時間大丈夫か、あともう2分ぐらいしかないけど、あと5分ぐらいです。おお、そうそう、はい、どうでしたか今日。急にね、昨日ね、本当昨日オファー来てそうそうそう、超絶二日酔いの中、朝10時です二日酔いの中、昨日も夜中3時ぐらいに綿がお休みってラインしてねやってますけども、いやいや、はい、もうまたじゃあ、また呼んでください、はい、音楽やって一緒になんかイベントとか出る日を楽しみにしてますので、そうですね、そういう状態が作れたらいいですね、はい、っていう感じですね。あと5分ありますけどおなんか告知とかないの。告知か、告知、あでも、うん、まだ発表ができないけど、うんうん、やんふんわりと会社を作りました。はははで作ったというか会社を作るのを手伝ってます。会社を作るのを手伝ってる。そうそうそう、自分が社長で作ったわけじゃなくて。ああ、なるほどね、はい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 、うんうん、作って、で、うん、もうこの場で初発表だけど代表は下田です。うんうんうん、下田くんね。そうそうそう、 FM の派でもラジオやってるね水郷連、うん、もう、うんうん、行ってもいいのかなと思ってたけどうんうん、うん、で今、状態で言うと、定款っていう会社はこんなことしますよっていう定款を出して、ね、うん、弁護士がチェックして OK までもらって、それを今法務局に出せばもう登記が済むんだけど、やっぱじゃあこの会社使って何したいかっていうと、うん、なんか沖縄のブランディングというか沖縄の製品とかをどうやって海外に出した方がいいのかとか、うん、沖縄のものをそうそう、こう売り出すの会社みたいな、じゃあお土産屋さんかとか、そうではなくて、うんうん、なんかうん、もっと魅力的あるのに、うん、ある食品を今取り扱ってて、うんうんうん、もちろん既存の団体とかいるでしょ、うんうん、でこうしたいわけじゃなくて拡張させたいなと思って、こんな売り方もあるよっていう、うんうん、なるほど、こんなのいいんじゃない、ね、そう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 、うんうん、提案して、否定ではなくてこんなの一回試してみないっていうのをやって、うん、でその、売り上げが、うん、本当沖縄のために使いたいなと思ってたから、うんうんうん、それが、例えば個人にランドセルとか、その、うんうんうん、なんか次の子供のために必要なものを、うん、その会社で買って回していこうと思う、うんうん、本でもいいし何でもいいけど、うんうん、居場所でも何でもいいんだけどさ、うんうん、だ売って終わってお金儲けてねっていうのはもう なんかそれぞれでもみんなやってるから、生活できてるしみたいな、うん、じゃあ自分 の能力とかこの時間とかをもう次のために使うっていうのは、うんうん、じゃあ何ができるかなみたいな、で好きな沖縄のことをしようっていう、うんうんうん、例えばハブシューとかがさ、その世界言ったらめちゃくちゃ面白いじゃん、ないよねあんなのね、そう、昨日も飲んでたけどさ、これすごいなみたいな、うんそうだよね、インパクトあるしね、インパクトあるしねだから今までの、売り方だったら届かなかった人たちにその沖縄の商品を届ける手助けと、あと新規のやっぱ掘り起こしだよね、うん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 、本当これ話すとすごく長くなったんだけどさ、ごめんね、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、うんうん、本当ただパッケージも、パッケージとかも商品のね、うんうん、ティダティダチュラチュラとか結構もう うん、もういいかなと思って、うん、見るねお土産屋さんでね、分かりやすいんだけどさ、なんか、うんうん、なんかもうちょっと違う切り口、こう誰向けに売ってんだろうとか、うんうんまあ、もちろんお土産とかさ、家族とか職場の人なんだけど沖縄行ってきましたみたいな、分かりやすさが重要なんだけど、うんうん、だから今ある商品に興味持たない人たちに興味持ってもらう方法、そう、そこに今、うん、例えばこのティダティダチュラチュラをバカにしてるわけじゃなくて、うんうんうん、そこをうちの商品きっかけでそこに行ってくれたらいいなとか、また逆もしかりだ、こんなのもあるんだとか、うんうんうん、だから商品プラスなんか体験とかその社会貢献をどうやって結びつけるかなって思うんですよ、うんうん、いいねいいね、うんうん、とてもいいと思う、うん、だ昨日設計してもワクワクしながらなんか話してて、うんうん、だこれも仕事だね、
そうか、下田が社長か。社長、あ、いいじゃん、いいじゃない。で、会社名は会社名でね、さっき、ね、あの赤嶺師匠に言ったけど、うんうん、もうあれは全国で真似するやつがいっぱい出てくると思う。とってもいい切り口でしたね。いい切り口でしたね。通るんだと思って俺も。いいね、いいね、そうそう、いいね。自分も最近会社作ってるところと同じ状態だと思う、うんうんうん、なのでいろいろ自分はね、アートな取り絵をエールするアトリエールっていう会社を今作ってるので、うんうん、おお、みんな一人一個会社作ればいいんじゃない。そうなんだ。一人一個会社作ったらこうブラック企業ってこともなくなると思うよ俺。ああ、個人事業ってことは全員が。いや、ちゃんと法人化してね。法人化、うん、あ、はんはん、経営者ってことね。そうそう、うん、こんなにお金持ってかれるのみたいな。うん、あ、なるほど。うんうんうん、分かる。でも自分もなんだろう、アルバイトとか昔よくやってたんだけど、うんうんうん、経営者側になった時にアルバイトやる前に一回経営者になった方がいいと思った。そうそうそう。そしたらアルバイトの時にどういう風にすればいいのかが分かるから、それを分からないから結構みんなアルバイトの時にいろいろ不満が出てくるんだと思う、うんうんうん、一回経営者になってからアルバイトやった方が絶対成功すると思う。会社ピンハネしやがってとか俺思って、なんか反乱軍のリーダーみたいなするさ、値上げしろみたいな、うん、けど自分がなってみる、あ、こういう仕組みだったからこうなんだみたいな、うん、あ、じゃあこんな感じで、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、ね、こんな感じで SNS もやってんだよね。そうですね、金島旬でカタカナでグッドグッド検索して、今後の様子もぜひ注目してください、はい、ありがとうございました。幻 FM でした。はい、オッケー。